そうだな。何しろあいつと来たらしょっちゅういろいろと問題を引き起こしてたからな。問題？具体的に何です？喫煙、サボり、いろいろあるが、やっぱり一番の問題はいじめかな。いじめ？ああ、あいつが転校してきてからというもの、あまりにも後輩いじめを繰り返すもんだから、奴が所属していたバスケ部でももう何人も退部者が出てるって話だ。あ、それと一応もう一つ確認なんですけど、雄一郎先輩ってミシェルってバンドにハマってました？ほら、そっちの話題はわからんよ。そうですか、わかりました、失礼します。そろそろ休みも終わっちゃいそうだよ。そうね、あとは放課後にしましょう。今度はちゃんと終わったらすぐ来てよね。分かってるって。それじゃあ戻ろう。今度こそすぐ来てくれるよな。今まで何やってたの？何って、掃除よ掃除。授業が終わったら掃除するのが当然でしょ。たまにするのもいいわね。っていつもサボってるじゃないか。なんでこういう時に。もしかしてわざとやってるでしょ。そんなことより次はどこに行くの？なんだかうまくはぐらかされてるような。早く5、4、3。わかったわかったってば。寮に戻ってみたらどうかな。もう帰ってる人だったらゆっくり話してくれると思うし。ふんふん、そうかもしれないわね。珍しくなかなかの回答じゃない。珍しくっていつも僕に決めさせてるじゃないか。じゃ早速行きましょう。これはどういうことなのかしら？結構帰ってきてると思ったんだけど。でも誰もいないじゃないのよ。私は思ったのよね。時間が早いからこうなんじゃないかなって。これだから助手は。さっき自分だってなかなかの回答って言ってたじゃないか。どう持ち上げてもまだ早い時間だってことに気がつくか、テストしたの。一
って教えるのは簡単よ。でもそうしたらめぐるくんのためにならないでしょ。だから私はぐっと耐えて。ということで、もう他のところに行った方がいいみたいね。時間がもったいないし、行くわよ。図書室に行ってみたら？え？なんでそんなところ行くの？だって、名簿とか見られるかもしれないし、人もいると思うし、何らかの情報は得られると思ってさ。あ、そういう手もあったわね。じゃあ行きましょう。なかなか様になってきたじゃない。そりゃ何回も来てるし。上げてるのよ。ため息つくくらいならまず行動。わかった？はーい。これは誰かに聞いた方が早そうだね。でも、この雰囲気の中で聞ける？確かに。まあ、これ以上調べててもしょうがない感じだし、とりあえずもう出ましょう。そうだね。落ちてきたし、今日はそろそろおしまいね。うん、そうだね。それなりに情報も集まったことだし、そろそろ寮に帰ろうよ。それに一旦情報もまとめなくちゃいけないしさ。今までの情報を総合するに、被害者は雄一郎さんってことでほぼ確定ね。それもやっぱり殺人事件の線が濃厚だわ。でもだとしたら、思った以上に犯人を見つけるのは苦労するかもね。雄一郎先輩を恨んでる人があまりにも多すぎる。みんながみんな多かれ少なかれ動機を持っている。犯人を絞り込むのが大変ってことか。休もう。私もさすがに疲れたみたい。
そうだね。実を言えば僕もヘトヘトだよ。また大変なことになってしまいましたね。これは。魔法陣よね。どう見ても。桃井くん、珍しいものを見つけたようね。魔法陣。そういえば、最初の事件の被害者も怪しげなそれ系のネックレスをしていたそうね。いわゆる魔法陣つながりってやつかしら。ちょっと、私たちが見つけた遺留品勝手に見ないでくれる？そっちとこっちは仮にも勝負してるのよ。いいわ、もう記憶したから。めぐるくん、絶対あんな女に負けられないわよ。
うん、そうだね。明るくておしゃべりが得意な女の子、むしろ誰からも好かれるように思えるけど、ま、とにかく聞き込みを続けましょう。明るくていい子だったよ。彼女が恨まれるなんて信じられない。何かの間違いじゃ。ああ、もうそんな証言ばっかり。聞けば聞くほど訳が分からなくなってくるわ。いい？生き埋めよ生き埋め。波の怨恨程度じゃあんな狙われ方しないわ。深くてドロドローっとした動機があるはずなのよ。間違っても通り魔的な犯罪じゃない。それなのにどうして犯人が彼女を狙った理由が被害者側から全然出てこないのよ。でもストーカー犯罪みたく、ただ魅力的だっていう理由だけで一方的に狙われる場合もあるし。最初の被害者は容疑者候補が多すぎて、今度は全くいない。うまくいかないものね。このままただ何も考えず聞き込みをしていてもダメだと思う。これじゃ同じことの繰り返しだよ。そうね、どうしよう。真由美先生に聞いてみたらどうかな。え？ほら、先生のパソコンで雄一郎さんと正美さんの詳しい個人情報を教えてもらうんだよ。学園のデータベースから引き出してもらって。もしかしたらデータの中に何か聞き込みじゃ得られなかった情報が入ってるかもしれない。それグーよ。実は私もちょうどそう思ってたところなのよ。さすが我が有能なる助手ワトソン君ね。